国鉄滝5000経過車は1955年から製作された塩酸アミノ酸専用の30トン積貨車である。私有貨車として製作され、日本国有鉄道に車席編入された。1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に車席を承継された。 本形式は1955年3月23日から1971年3月10日に、かけて新三菱重工業、川崎車両、汽車製造、臓器車両、新潟鉄工所、日本車両製造、富士重工業、日立製作所の8社にて59両が製作された。また1966年5月13日には、 ダサ1700系産業の専用種別変更工事が日本車両製造にて行われ本形式に編入された。記号番号表記は特殊表記符号公前知事小滝と表記する。1979年10月より火製品分類番号新82が表記された。落成当時の所有者は鉄橋社、日本相朝日化製工業 東亜合成化学工業、三谷産業、新日科産業、日清工業、日本トレーディング、宇津商店、旭ガラス、岩田商店、大阪ソーダ、日東フロロケミカル、住友商事、日本石油輸送、ソーダ商事、従前化学、丸商産業、東洋ソーダ工業、北海道ソーダ、日清電化であった。多数の製造メーカー、所有者また多年にわたる。 製造期間により、形態変化の多い形式である。二役方式は上入れ、上出し式である。塗色は、黒であり、全長は 1450mm、全幅は 2438mm、全高は 3878mm、台車中心間距離は 6350mm、地上は五点五から七点五トン、換算量数は、積車点零。 空車1.8、最高運転速度は時速 75km、台車は12トン車事故を使用した、ベッテンドルフ台車の TR41C または TR41D である。1987年4月の国鉄分割民営化時には27両の車席が JR 貨物に継承され、2009年度に最後まで在籍した3両が廃車となり、 同時に形式消滅となった。各年度による製造会社と、両数、所有者は次の通りである。ありがとうございます。